よしこさんが台湾に来るきっかけは一体何だったんですか？夫の仕事で来たんですけれども、はい、まずはじめに夫の会社から、うん、香港か台湾行きたい人みたいなそういう応募があったんです。立候補を募られてたんですか？それで台湾行こうよって私が言ってそれで来たんです。よしこさんが言ったんですか？もうその当時はご結婚されていて、まだしてないんです。まだしてない時に、付き合いしてる、まあ、当時の 彼ですね、はい、彼と彼女の関係だったんですけれども、はい、そういうお話があって、はい、でちょうど私 の幼馴染の子が台湾に来たんです、うん、はい、それでじゃあ台湾私も行こうっていう、行きたいなっていう思いがあって、じゃあその行きたいなっていう時にはもうすでに行ったことあったんですか？なかったんです。なかったのに行こうって言ったんですか？チャレンジャーですよ。それはなんでまた台湾に行こう、その香港と台湾っていう選択があった中でどうして台湾に行こうと思われたんですか？友達がいるので、友達がいる、安心かなと思って、そこで台湾を選んだ。でその後ご主人になる、その当時の彼は何て言ってましたか？じゃあ申し込んでみようかなもうすぐ OK。 それで、はい、まあ、一応審査があって通ったんですよね。なるほど。でも19年前、ご両親とかはもう突然海外に行くっていうその話びっくりされたんじゃないですか？そうですね、驚いてましたね。かなり。そうですよね。反対とかはされないですか？反対とかは特別してなかったです。そっか、もう行ってらっしゃいみたいな感じで。なんか今までそんな海外に住みたいなみたいな思いがどっかあったりしたんですか？特にないです。特にない。語学もできないし、海外に住みたいと思ったことはなかったんですけれども、はい、これも一つのチャンスかなと思って。もうその希望者を募ってるので、もう手を挙げようと。そうです。でも台湾に来るってなった時に、台湾のことをどれぐらいご存知でした？何も知らなかった。何も知らなかったんですか？お友達が住んでるだけですか？それだけです。台湾といえばバナナ。台湾バナナ、そんなくらいしかイメージはなかった。すごい、結構勇気のある決断ですよね。今思うとそうですね。なんか実際に来てみて、まあ、何も知らなかったって思われ、言われてましたけど、その想像とその現実のギャップとか結構ありましたか？ありましたね。もっと田舎の国だと思ったんですよ。なるほど。降り立ったところがっていうか、一番初めにお家を借りたところが、はい、ドンシャオ、ドンファあたりだったんですね、はい、であそこでタクシー降りた時に、すごい道も広いし、はい、都会だなと思って。結構ビルもたくさん建ってるし、道も綺麗だし、デパートもすぐ近くにあるし、はい、それが第一印象ですね。じゃあもうなんか思ったより住みやすいなみたいな感じですか？そうですね。でも住んでみてカルチャーショックみたいなものはなかったですか？カルチャーショックは特になかったです。もうスムーズに、まあ、でも言葉がやっぱり通じないのが一番辛かったですね。だってご主人も日本人ですもんね。だからお二人で来られて、やっぱ異国に順応する過程でなんかびっくりしたこととか辛かったこととか。辛かったこと、まず来てすぐに語学を学ばなきゃいけないと思う。生活していけないなと思って、すぐに中国語を習いに行ったんです、はい、あとは先ほどもお話ししましたけど、ダンス、フラメンコをやっていたので、それもすぐ次の週にはフラメンコの教室を見つけて踊りに行ったりとかして。そっか、異国でもやっぱりその共通する趣味があると。そうなんです。言葉が喋れなくてもすぐ仲間になれるような、ダンスは言葉がいらないじゃないですか、はい、曲に合わせて踊ればいいので、はい、それでだいぶそういうカルチャーショックみたいなのは、ホームシックみたいな気持ちはなかったかなと思います。なるほどね。なんかその異国に飛び込んでいく勇気と、もうそれ以上にも好きな趣味があったから。そうですね。異国でも全然楽しく、特にこう寂しいなと思ったことはないですね。なるほど。
毎回勇気を持って変化をもたらすことで、魔法のように自分の潜在能力を刺激し、人生をより鮮やかに美しくしてくれます。